皆さんこんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日はですね、なんとすごいスペシャルゲストの方たちに来ていただいてます。うかずかじいとバンドアミーゴの皆さんです。イエーイ。ということですね、今日はですね、うかずかじいとバンドアミーゴの方々にベーシストについて語ってもらおうという回になっております。ですね、もうここをね、多分見てる人ね、もうどんどん飛ばして早く本編に入るっていうなんか感じがもうすごい伝わってくるんですね。もう早速本編に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでですね、今回もうとんでもない皆様に来ていただいてますけれども、僕が紹介するまでもないんですけど、紹介したいんで紹介させてください。ですね、世界に誇る日本の宝、サナイガスト。そして、ラップで世界をプラスの方向にガケ MC。 何も読まずに。うかずかじいのね、メンバー紹介的にやってて僕言いたかったんで言ってもらいました。そしてですね、はい、我らがバンドアミーゴバンマスサニー。そして日本一、脱力系ドラマ和山コースケ。そして日本一スケジュールの取れない脱力系です。脱力系普段は脱力系でもギターはすごい、したらヒロミというですね、まあ、とんでもない人たちに、皆さん大丈夫ですか、僕の YouTube チャンネル。ツアー中ですからね、はい、ツアーの移動中も一郎君のチャンネル見ながら、もう本当ゲラゲラ笑ってますよ。本当すいません、もうなんかねもういい人すぎですよ、本当に皆さん本当にありがとうございます。はい、ということでですね、このチャンネルはですね、普段ベーシストや、ミュージシャンの方によく見ていただいているチャンネルなのでですね、この際なのでこんな素敵な皆さんにですね、ベーシストについてのこう、印象とかですね、そういうことをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、ベーシストの印象、皆さんほら普段とんでもないこう、日本のトップベーシストと一緒に仕事されてるわけじゃないですか。なのでですね、ベーシストってこういう人多いなとか、なんかそういう話とかはね、聞けたらと思うんですけど、例えば、そこで、ちょっと変な顔してください。ベーシストの印象？はい。ベーシストの印象？なんかどういう人が多いとか。やっぱり、はい、目立ちたがり屋の ボーカリストが多い世の中じゃないですかね、はいはいはい、基本的には。だから、その突っ走る、やつをちゃんとこう引き戻す人っていう感じはありますかね。最高の意見ですね。サッカーでいうとこのボランチみたいな、全体見回しながらグループ整えて、こうなんかドンとしてる人。なんかね、僕もね、よくね、動画内で言うんですけど、やっぱベーシストは結構司令塔みたいな役割が本当いいなって、よく言ってて、そんな感じを本当ガクさんが言ってくれたんで、ありがとうございます。僕なんかほらもう何も考えないで突っ走っていっちゃうところをねえ、ちょっとこうちゃんとこっちの方でやりなさいみたいなね、なるほどやっていただいてる気がしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあサニーさん、はい、なんかベーシスト、確かに言われちゃったんですけど、そういう部分もありで、総合的に見るときっちりした人が多いかなと思いますね。あと音楽をなんか料理とかに例えるとお鍋みたいな、鍋奉行みたいな人すごい多くて、全体をちゃんとこう把握できてて、で今ここでコーヒーをやめるみたいな、今ここで入れてる、なるほどね、なるほど、もう司令塔ですね。ああなるほど、なるほど。でもきっちりして絶対電車に遅れないみたいな絶対電車に遅れない、絶対電車に遅れない、絶対電車に遅れない、今ね、軽くディスられてるんですよ。はい、ありがとうございました。もうその通りだと思います。はい、そしたらですね、次はですね、こんなベーシストはやりやすいとかですね、ベーシストに求めるもの
どんなベーシストがやりやすいかですよね。ちょっとね、それを聞いてみたいと思います。桜井さん、どうでしょうか。僕はあえてそのボーカリストとしての立場で言わせてもらうと、はい、こう歌をマスキングする感じのベーシストだと歌いにくいなっていうのがあります。マスキングっていうのは、はい、その例えば一番歌の最後の締めを歌のメロディーがルートの音をガーンといった時に、うんうん、その歌のメロと同じそのベースがルートを鳴らすにしても歌をマスキングしてこう飲み込んでくる強さと太さを出してくる人だと歌いにくいんですよ。なるほど。なんかそれ細かいと思う。だからメロディーとベースのそのなんつうのかな、はい、わかります。同じ音程いく時のそのはいはい、駆け引きというか、はいはい、僕ね、ちょっと聞かなきゃよかったでも、藤谷君めっちゃやりやすいでしょ。あ、マジですか。うん、やっと藤谷君、なんかギタリストとしての役割みたいなものと、うん、いうか、はあはあ、そういうおぶりのフレーズっていうのがものすごく気持ちいいから、うん、あれで上げられる、うん、上げてもらえてるっていうのはあります。ありがとうございます。興奮します。あ、ありがとうございます。いやいや、本当良かったです。YouTube やってて良かった。そうですね。ドラムはね、やっぱベーシストとは、うん、そうですね。まあ切っても切れない仲なんで、コウスケ君に聞いてみたいと思います。単純にそのやりやすいっていうので言うと、うん、すごいなんかシンプルな話なんですけど、リズムがいい人がやっぱ良くて、うんうんうん、なんか。フレージングのボキャブラリーとかももちろんね、それこそこう上げられる瞬間だったりもするんだけど、すごいシンプルなビートを刻んでる時のリズムの良さ、うんうん、給付とかがこうちゃんと感じられるような、うんうん、ああ、いいこと言いますね。そういう人がやっぱり俺は演奏しやすいですね。あ、もうね、言ってほしいことを言ってくれてますね。打ち合わせはしてないですよ。いやでもね、もう本当僕ね、よく自分のチャンネルでは、うん、本当まあとにかくもうリズムだと、うんうん、もうなんか派手なプレイとか、うん、そういうのはもうみんなね、やっぱね、みんな派手なプレイしたがるんですよ。ああ、そうそう、まさになんかそんな感じです、ね、だけど、もう基本的にはしっかりリズムを刻むことが一番で、うん、それ以外はまあおまけみたいなもんだって常に言ってるんで、本当、はい、あの優等生的な、ありがとうございます。設楽君、はい、どうですか。どうやったら やりやすいでしょう。うん、やりやすいでも何でもいい、好きなタイプのベースでも何でもいいです。いい人がいいですね。あ、でもね、めっちゃわかる、それわかる。あ、それはそうだね。年下になることが多かったんですけど、うんうんうん、怖い先輩もたくさんいらっしゃったんですよ。え、リアルなの。優しいことは大事だね。傷つくといいね、それ。そんな現場あんの。いい人だってやりやすい。どんな現場で、どんな現場でやってきたの。あと、あの藤谷さんはそのコンポーズとかサウンドメイク、あのデザインっていうか、そのアレンジメントっていうかされるんで、そういう解釈がある人だと和音のこうあのイメージとかを共有しやすいのでやりやすいっていうのがあって、もともと素晴らしい作曲家だなっていう印象が僕はベーシストの印象より先にあったんで、ほんとにベースもすごかったから、本当にあのね、あの本当二刀流というか大谷選手みたいな、まあでも名前こそイチローなんですけど。ちょっとうまいこと言わんで今ね。なるほど。編曲ができる人だとやりやすい、うん、まあ、確かにそれはあるよね。あのベーシストでプロデューサーの方も多い、ね、うん、ああそうね、うん、なんかやっぱり司令塔みたいな、藤谷さんの書く曲がすごく好きだなんで、それがなんかでベースもすごいなっていう印象があった。そういうのはありますね。ありがとうございます。もうそんな褒めていただいて幸せです。ということでですね、まあ、次の質問に行ってみたいと思うんですけど、まあ、このチャンネルではですね、結構まあプロを目指している若いミュージシャンの方も見てくださってるんですけど、まあ、そういうプロを目指している人に対してですね、まあ、アドバイスをですね、うかすかじいのお二人から聞かせてもらおうかなと。プロを目指す、もうだって、いやだからさ、はい、まあ、僕がプロに なれたのはあのマイナー競技だったからね、ラップがね、当時ね、当時ね、だから今からやろうとしたら
そのラップは人口増えてるから、まあまあまあ、大変だと思って、そのコツなーなんだろうなー。じゃあなんか逆にガクさんは、うん、そのまあ昔じゃあ大ヒット飛ばしたわけじゃないですか、はいはいはい、とんでもない、はい、あの時はなんか何を思ってやってたんですか。いやこれやったんみんな喜ぶだろうなって、そのなんかサービス精神的なところかな。なるほど、サービス精神。だからその喜んでもらえることをやるのが好きだからさ。なるほどなるほど、うん、だまあ、そういう意味では、人が喜ぶ顔を想像しながら演奏したり、歌ったりできると、上達が早いのかなとは思いますけどね。それあのよそ行きの答えじゃないですか、大丈夫ですか。本当本当本当に本当すごい。僕なんかね、あの本当もうプロになりたくてしょうがなかったんですよ。どうやったらプロになれるかずっと思ってます。なるほど。若い時でプロってほらやっぱり お金払って見てくださる人がいるから、まあまあそういうことですね。そういう人を笑顔にするっていうような思いでやってるとね、いいかもしれないです。結局はそういうことなんですかね、なるほど、素晴らしすぎるご意見ありがとうございました。ありがとうございます。桜井さんどうでしょうか。何をかね、まあ、技術的なことで僕言えること全然ないんですけど、ただチャンスを逃さないっていうか、まあ、プロにもしなった人がいたとしたら、多分そんなにチャンスってなかったんだけど、その限られたチャンスを生かした人がプロになれてると思うんですよ。だから確かに絶対逃さないこと、そのための、まあ、準備なのかもしれないし、人間的なものなのかもしれないし、そうね、そう思いますね。確かにチャンスはなかなか来ないって言いますもんね。でその時に掴むために日々、うん、まあ磨いておくというか、技術を、どんなにまあ技術があっても、うん、こいつちょっと嫌なやつだなと思ったら次仕事来ないわけだから。いや本当にそれは本当ですよね。だからまあ人間的な部分でもちゃんと、はいはいはい、うん、ですね。皆さん聞きましたか。そうやあのね、そうだからやっぱり一番最初の初日に遅刻とかしたらまずい。すみません本当に申し訳ないです。いやでもね本当にまあそういうことなんですよ。だって僕のチャンネルに出てくれるっていうことがもう尋常じゃなくいい人たちじゃないですか。いや本当にまあそういう本当ね素晴らしい、もう本当ね深津田の現場はですね、僕もいろんな人に言ってるんですけど、本当もう最高すぎてですね、はい、もう何が最高かってまあ全部最高なんですけど、結局はやっぱり深津田のお二人がこうやってね普段なんか人間味がこうめちゃくちゃいいっていうことがやっぱりこうスタッフやメンバーみんなに伝わってこう素晴らしい現場になってるのかなと僕は思っております。こんなまとめをする予定じゃ全然なかったんですけど、いい感じのまとめになりました。ということでですね、本日はお忙しい中ありがとうございました。おめでとうございます。もう一回言います。桜井和俊、ガク MC、サニー、上山康介、設楽宏臣、本当にありがとうございました。もう終わり？まだ喋れるよ全然。まだ喋れるよ。じゃあなんかもうちょっとなんかこう一郎くんのいい人プロモーションした方がいいんじゃないですかこれ。じゃあ僕はいいですよ。もうあとちょっとあといけるよ。じゃああれじゃあいいですよ、あの、うん、こんなベーシストは嫌だっていう大喜利で。ああいや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 、ちょっと一瞬その前ちょっと一瞬ちょっとトイレだけ行かせて。なんでこんなに見るの。ありがとうございます。最高でした、最高です。素晴らしい。もうワンテイクそのまず使う。いや普段はもっと全然自分で一人で喋ってるともうカミカミだったりとか、あと話すこと決めないで喋ってるから、うん、なんか何言ってるか分かんなくてぐちゃぐちゃになってもう撮り直したらなんか感じけど、てててててて、ハッピーバースデートゥーユー、わわわ、ハッピーバースデートゥーユー、わわ、ハッピーバースデー、ディアイチオアミゴー、そんなのに若干泣きそうです。すいません。ありがとうございます。
時世が。ご時世が。あ、そうだね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当すみません。ありがとうございます。ほらね、いい人たちでしょ。いい人たちいないですよ。僕当日じゃないんですよ、今日誕生日。本当にありがとうございました。もう恐縮でしかないです。じゃあこの動画バズったらみんなで焼肉行きましょう。イエーイ。イエーイ。ちょっと僕いいですか。はい。チャンネル登録よろしく。やってみよう。聞きました。桜井さんのチャンネル登録よろしく。本当チャンネル登録よろしく。そしていいね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 高評価ボタンよろしくお願いします。そして僕の他の動画も見てくださいね。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。